って。はい、来ました。ほんちゃん。ちゃんなんて顔は影の中に入ってる。さあ、また一日が始まりまーす。スタート。ジャン君、そしてポンちゃん、そして塩飴。またいただきました。ありがとうございます。これは何？まずこれはスーパークリーナー。シール剥がし、落書き消し、スプレータイプ、のり落とし。へー。シール落とし、はい、なんかうちもあったけどこんな、ね、こんなんじゃなかったね。ちゃんなんかもっと昔っぽいこんなシュッてするやつじゃなかった、うん、こんないいのがあるんだね。あ、ポンちゃんが近づいてきました。あ、これはカバンですね。あ、なんだな。まず目についたアソートという塩飴。塩飴、いかにも塩っていう感じの白い感じですね。本当だ。発火みたいな感じになってるね。うんうん。そして扇子？うん、扇子。あやたかの扇子。しかもあれかな、2020、うん、東京2020のオリンピックバージョン。冬の冬じゃない、夏になるからかな。ね、暑いからね。はい。そしてふわふわ。マシュマロ、マシュマロ喉にいいよということで抹茶味。抹茶のマシュマロ初めて見た。へえー。これは何だろう。かわいいね、入れ物。うん。キャンディーとかかな。バード飴缶ホワイト。うん。のど飴。ピーチキャンディー。特にのど飴って書いてないよ。でも飴だから喉にね。あ、のど飴なのかな。そうか、そうか。そうだね。こっちがホワイトで、こっちがグリーンって書いてある。はい。はい、かわいい入れ物。おやつわかめって書いてあるのが、ちょっと興味引くんですか。あ、おいしそう。コリコリって書いてあるよ。あはー。しかも、梅味だ、ね、よ。梅味、梅味、白玉マス。おお。はい、スモークチーズです。キャラメルかと思っちゃった、見た目が。へえ、美味しそうだね。そしてまたちょっと唐突にプチプラ。何それ、なんだっけプチプラって。プチプラっていうのはあのプライスがお得よって。ああ、そういうこと。そう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 、商品名じゃない。うんうん。これは何、ボールペンポーチにすっきりホワイト修正テープだ。あ、はい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 。なんかキラキラがついてる。何そのキラキラ。デコレーション用ラインストーン今だけおまけ付きって書いてあるよ。そういうことなんだ。うんうん。ホワイトね。うんうん、はいはい。これ便利なんだよね。この
はい、そしてテープになってる、ね、ホワイトなワンちゃんです。あのあれだ、あれだね、ソフトあれのあれだった、お父さんだね、白戸ファミリーのお父さん、うん、お父さんです。これは、あ、これはあのねドイツの、あの、うん、ほらカエルの洗剤、一時うちも使ってたやつ、フロッシュのやつの、これはあれだね、あの洗い物した後に置いといたりすると、吸ってくれて、あとはなんか布巾とかにもできたりとか、あのすごい吸い取りがいいやつ、お水を、はい、どうもありがとう、ありがとうございます。これをうまく乗せて、うまく乗せて、見えなくなっちゃう、カエルさんが、全体をちょっと垂らして、カエルさんが見えなくなっちゃう、はい、じゃこれはこうで、これが食べ物系がこの辺で、フェンス、飴、はい、よいしょ、こんな感じになります。そしてポンちゃんが遠目にちょっと狙った感じで見ています。乗ろうかなって思ってるでしょ、ポンちゃん。いつ乗ろうかな。お、ジョン君はうんちさんをしました。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ポンちゃん。うん。はい、こっち見てください。おやつわかめとポンちゃんです。うん、あれ、いい感じに、いい感じに撮れない。乗っています。ポンちゃんチェック中です。こうすればいいのね。はい、ポンちゃん。あれ？そうじゃない。乗りたいの。ポンちゃんは乗りたいんです。ほら、あ、マシュマロの上。なるほど。ふっかふかマシュマロ。マシュマロ上。いい感じ？ポンちゃん、マシュマロ気持ちいいの？なんだかんだ言ってね、顔がうまく撮れない。え？黒くて。はい、上手に撮ってちゃんとピチンさんに撮って。はい、ジャン君、ジャン君じゃなくポンちゃんでした。